てかさ、メタルチャームも、いやマジメタルチャームもめっちゃ出してんだけどさ、ブリザイ出なさすぎじゃない？ブリザイ。もうブリザイ出たらさ、シール全種コンプなんだけど、ブリザイが出なくて。ブリザイが、今日ももしかしたら、今日でね、何個目だ？93個目か。93個目だからね、チョコビ。93個開けて、ブリザイが出るっつ。奇跡ミラクル大きいんじゃねえかな。他全部揃ってんじゃねえ、ここ。七子お姉さんの横。ここがブリザイなんだけど。まさか、ここまでブリザイが出ねえとはな。いや、びっくりだ。ブリブリザイモンで、苦戦すると。ノーマルシールで苦戦すると思わなかった。もうね、一番出にくいこのキラー。まさかも全部先に揃ってしまったんでね。いつもこのキラで苦戦するんだけど、なかなか出ないし、出ても被るからさ、強敵なんだけど、今回ね、運よくね、コンプできたんだよね。そしてこっちしょーもうそのいいな。まあ、やっぱね、コメントにもあったけど、100個にね、1個ぐらいの割合なんだって。ということは、今日で、5位2か。5位92で、だ前回87個じゃなくて88個だったよね。93だ。88だから前回。前回88個突入して、今回88プラス5だから、93だね。93個。うわ、来るだろ。もうそれ来てもおかしくないレベルだから、100個に1個。やっと1個か。どれ出るかな？楽しみだな。それでは、メタルチャームを、ね、狙ってね。あ、震えてきた、震えてきた。親指伸びし。今日も出てもおかしくないよな。いつ出てもおかしくないぞ。前回さ、測ってた思いがあったんだけどね。思いがあったんだけど。あ、シールは？え？え？シールは？シールは？シールなくね？ちょっと待って、シールで、ね、こんなことある？え、嘘？ちょっと待って、下に落ちたか？下に落ちたか？逆にこれね、俺持ってるわ。いや、持ってる持ってる。シールねえんだけど。いや、あのね、たまに下に落ちることもあるわけよ。でもね、下に落ちて、あ、これか？これ、あ、いや、これ、いや、あ、これ開いてるもんな、ほら。開いてる。いや、ない。マジで。シールねえ。こんなことある？こんなことある？こんなことある？ちょっと待って、マジでないんだけど。そんなことある？いや、メタルチャームないのはさ、まあまあ、しょうがないじゃん。89、90個超えてね、出ないのもしょうがないと思うんだけどさ、シールはまだブリザイコンプしてねえんだけど。え、下に落ちてないか。いや、あのね、マジで下に落ちることが多々あるわけよ。でも、ちょ、ないわ。え、マジでね、シール。初めてだわ、チョコビでシール入ってなかったの。ガチで初めて。今まで絶対シール入っとったからね。ガチのマジで初めてだ、チョコビで。ごまにこの事件。なんだよ、これ。なんでこういうことが起きる。え、下に落ちてね。まあいいや、ちょっと、撮影終わったらもう一回探してみる。あるかもしんないからね。え、嘘、マジで。ないんだか、なんでこんなこと起きんだよ。もういいんだよ、もう。普通にコンプさせてくれ。あ！イチゴ。ちょっとね。俺ね、いやーでもね、どっちも重たいんだよな。入ってるこいつ、俺、イチゴは、ちょっと待って、マジで来そう。ちょっとなんでね、これでやってる。まあ、これもまた人生だよな。いや、人生でこういうハプニングがあるから面白いんだよね。いつもと同じでさ、なんだろう、スパイスが欲しいよね。うん。まあ、いいスパイスの方がいいんだけど、なんか悪いスパイスが多いんだよな。親指伸びし。なんでだよ。どうだ、チャーミング、チャーミング。とりあえず、チャーミング出れば俺はね、復活できるから。チャーミング、お、シールいたね。シールあれ、ありがとう。たまにこうやってさ、落ちるじゃん、一緒に。だから下に落ちてんのかなと思ったけど、ないんだよな。いや、ないわ。絶対ないわ。いや、マジか。落ちた雰囲気でも分かるし、パサってさ。よし！まあいいや。ブリザイ出ればもういいんだ。俺はもうブリザイでコンプだから、ブリザイ。でもその、入ってなかった分がブリザイだったんだし。そんなパティはないパティのブリザイ！ブリザイ！あー、ミサイ！ミサイ&シンちゃんね、もう何枚来たかな、これ。母ちゃんはイチゴみたいなワンピースを着てるぞ。なんだか、いつもよりご機嫌なご様子だぞ。これ、しんちゃんの表情がたまんないよね、このシーン。うん、みたいな、ノリノリのミサイ。でもミサイまだ若いからね、オバマとか言われてるけどさ、20代でしょ？全然バリバリ若いよね。20代後半30手前でもさ、全然若いよな。ミサちゃん、全然ね、これはちょっとね、ゴロゴロしてる感じがするのだが、
どうだ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 、入ってないかー、入ってないかー。いやー、ブリザイ出て、先にね、ブリザイを埋めたいのよ。ブリザイ、ブリザイを埋めてシールコンプしてありがとうってなってから、もうね、メタルチャームに集中したい。メタルチャームに、メタルチャーミングに集中したいから、シールを先にコンプ、今日はシールをコンプを目指せ、シールとのブリザイお願いします。ブリザイ、ブリザイ、お助けヒーロー、ブリザイ、ブリザイ、ゴー。でも久しぶりに見てたね、ボーちゃん、風間くん、正雄くんのプリクラショット、シャッかわいい。ボーちゃんのポーズに内股っつうの、これガニ股、なんかこれ内股か、内股だよね、内股なんだけど、キッキッキポーズがいいよね、かわいいなぁ。ボーちゃん、風間くん、正雄くん、プリクラを撮ってるんだよね、この3人組で。風間くんたちはプリントシール機でポーズ、撮ったシールはプリ帳に貼ってコレクションしてたんだって。プリ帳を作りたいな、作ったことないけど、初めて作ろうかな。大人になってから初めてプリ帳を作るっていいね。プリ帳作りてぇ、プリ帳。で、いや、入ってると思う、これ、本当に。でも今まで何回もこのね、入ってるって、いや、なんかある感じすんのよ、マジで。でもないんだよね。不思議な感覚だよな、これ。いやー、一個ぐらい妄想いいんだって、出ても。100個に1個なんだから、妄想出てもおかしくないレベルまで来てんだって。頃合いだよ、頃合い。いや、マジ100個に1個なんかな。でも、運が良ければさ、1個買って出てる人もいるわけだからさ、運が良ければ、そういうパティ、ないパティーノー。入ってないパティーノー。てか、今、プリチョって売ってんのかな？あ、なんでもいいのか。なんか手帳買ってきて、それ貼ればいいんかな。なんか、1ヶ月に1回ぐらいプリクラ撮ってさ、あの、無加工でね、もちろん無加工で撮ってさ、自分の変化を楽しむっていう、いいかもしんないよね。いや、面白いよね、これ、自分の変化を楽しむっていう、これからのね。いやー、これは面白いと思う。10代、20代、30代、40代、50代、60代の俺みたいな感じでさ、いや、この時こんな感じだったかみたいな。あ、この時全盛期だね、もう大胸筋全盛期みたいな感じでさ、見るの楽しいかもね。80代、90代になってからさ、そしてプリザイッション、ブーリ、待って、こんなに出ないもんか、ブリザイ。ブリブリザイモンの野郎、マジ、調子こいてね。ちょっと。なんでこんな来ねえの、ブリザイ。え、だってそんなにレアじゃないと、ノーマルだよ、これ。ノーマルシール、たまたまこんだけ出てないだけだよ。たまたま俺の運が悪くて。俺の責任、俺が悪い。これは俺のせいだから、これ。何してるのかすごい気になるんだけど、ゲームボーイかな。コメントも、でも、携帯ゲーム機って書いてあったんだよな。裏読みてーよ、早く。でね、ちょっとね、今回これ自信あんの。なぜ一番最後に残したかって言ってね、順番一応気にしてるから、これがね、一番怪しい。え、ちょっと待ってね、ちょっと、いや、俺絶対入ってると思ったけど、これ。帰ってきて振ってみたの、こうやって。帰ってみてね、いや、買うときはさ、いや、買うとき振ったらそれ買うからね、俺。それ買うから。戻さんから、絶対に。でもね、振るのめんどくさいから、もうね、適当に取って、帰ってきたから振ってるんでね、こうやって、ね、取る前にね。入ってると思うんだ、これ。なんか、これ、絶対なんかね、明らかに石みたいの、なんかあるような気がする、ほら。いや、あるわ、間違いないわ、これ。いや、でも、お店でこんな触れないから、さすがにね。こんなに、さすがに、お店で来るとしてはさ、こんぐらいもんだよね。子供。でも、その振ったやつは絶対買うから、俺。この絶対ね、振ったやつは買うから、こうやって。で、入ってたってなったら、こう、ラッキーと思ってニヤニヤしながらレジに行くよね。入ってなくても、あー、これか。これか、でも、どんどん溜まっていくけどね。その場にあるやつ全部見ちゃうからな、一回見るとなると。だからね、もうね、その場にあるやつ適当に5個取ってね、帰ってきてから振ってるんだけどさ、これ絶対あると思う。俺さっきね、一人でね、ちょっと振ってたんだよね、撮影する前に。俺震えたもんね。入ってるってなって。正直これ出る。これね、メインディッシュ取っといたんだ。いくぜみんな、親指、ドミッシュ。絶対出るぞ。絶対でいいか、準備でいいか、みんな絶対出るぞ、これ。俺、震えたもん。ドゥル、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 あれ、シール、あれ、ちょっと待って、外すわけがない。外すわけがない。外すわけがない。外すわけがないんだ。アンポーン。
ちょっと待ってって、ちょっと待って、なんで重たいのじゃ。いや、もう錯覚かな、もう欲しすぎて。絶対これ入ってると思ったな、俺、俺。もう 95%、いや、90、いや、100% 入ってると思った。チョコビが重たいんかな、やっぱ。10g らしい。コメントにね、書いてあったんだけど、これも。だいたいメタルチャーム 10g って教えてくれた人がいて、あ、ありがとうね、教えてくれた人。10g って、書いてあったんだ。だから、56ぐらいか。56、いや、でも 10g ぐらいじゃわかんねえか。だって1円玉10枚ぐらいでしょ ?1 円玉10枚、あれ 1g だからさ。わからんよな、入ってたとしても。そういや、でもなんかゴロゴロしてる感じすんだよ。まあいいや。これ、ブリザイ出ればチャラでしょ、今日は。頼むブリザイ、お前、音助のヒーローだったら最後決めてくれよ。音助のヒーロー、ブリブリザイザイモン、出汁を取る、出汁を取る。豚汁。あの豚、豚汁マジで、あいつ、とんかつにするぞ、あいつマジで。マジ出ねえわ。あの豚こいつマジすっげえ店長って一枚。っていうか一枚シールなかったしな、これ、今回。ちょ、もう一回探してみるけど、下に落ちてる可能性がね、隙間とかにヒュッて入ったらわかんないから、ちょっと下汚いから。ちょ、もう一回探してみるけど、鬼だったわ。今回、シール、事件起き出して大事件ですよ。大事件ですよ、大事件。もう、これ。まあ、その一枚が無理罪だったかもしんないのにな。まあ、しょうがねえ。うわ、シール6つコンペ。さすがチョコビだわ。チョコビのシール毎回むずいんだよ。前回のさ、ラバーマスコッティの時から俺コンプできてないから、難しいんだよね、コンプリートね。ただ今回はいけそうな感じしたんだけど、ブリザイでまさか止まるとは思わなかった。くそー。いや、いいね。でも、ここまで揃える。いや、いいね。キレが揃ってる感じはたまらんね。それでは、ごめん、また出せなかった。でも、100個に1個だから。だいたい。100個に1個ね、教えてもらう。これもありがとう、教えてくれて。みんなありがとうね、情報ね。いつもね、教えてくれてね。100個に1個だから。今、93だっけ?そうだね。88たす5だから。93だから、次回98。次か次あたりに出るわ。次かその次あたりに絶対出るから。100個に1個だから。もうちょっと待ってくれ。みんなすまねえ。マジでごめん。それでは、また次回ね。次の、ブリザイコンプリとかでお会いしましょう。とりあえず、あの豚出さねえと、あの豚、とんかつ、とんじら、あいつマジで、本気出してんだ、とんかつ、豚。